はい、皆さんこんにちは。アソバー亀仙流チャンネルのアソバーです。今日は、ワイワイラジコンクラブさんで開催中のミニッツミーティングにやってきています。で、今日はですね、こちらの、ハコスカを使ったマスターズクラスという、50歳以上の人が参加できる、今年新設されたクラスに、今回初めて参加しています。前回までですね、僕はずっとこう去年からずっと AWD クラスの方を頑張ってこう参加していたんですけれども、なかなかこううまく赤モーターを使いこなすことができなくて、ちょっと前回の仙台の時でも3位で終わってしまったので、ちょっと心機一転ですね、青モーターで適度な速度で、走れるこちらのハコスカがちょっと面白いんじゃないかと思って、今回、クラスを変えて参加しています。でもうすでにですね、実はもう予選の方が終わりまして、参加者が何人だったかな、20人ぐらい参加している、予選の中で、なんとか予選1位になって決勝に進むことができました。昨日ですね、土曜日、レースには出なかったんですけども、こちらのワイワイクラブさんの方に来ていてですね、ワイワイラジコンクラブの方に来てですね、ミーツミーティング初日が終わった後の夜の時間でこう練習することができたので、いろいろとこうセッティングをすることができたので、そのセッティングのままの車で今日走った結果、かなりミスなく走れることができて、今の順位をなんとか保てています。この後決勝を走りますので、トップスタートなので、最終まで逃げ切れれば、2番に入れれば代表権獲得できるので、頑張ろうと思います。ミニッツミーティング in ワイワイラジコンクラブ、最後の決勝となります。マスターズです。さあ、予選ポートポジション3.1番、浅川忍選手。さあ、ありがとうございます。決勝 A メインスタートします。シグナル入ります。さあ、トップは3.1番の浅場選手。さあ、ゲストラインを通過してストレートに来ています。さあ、トップは浅場選手、5番手山口選手。3番手松田選手、4番手内藤選手。さあ、1分を経過しています。さあ、トップは澤選手、今ストレートいきます。さあ、2番手山口選手がその後ろ 3.3秒差。浅場選手、危ない。さあ、今本席前からストレート。さあ、2番手山口選手が今ストレート、トップと 3.8秒差。その後ろ 3.3 秒差で晴れて3番松田選手が3番手。さあ、4番手高橋選手、5番手内藤選手、6番手川端選手。さあ、2分を経過しています。残り6分。
じゃあ現在トップは川崎1番浅場選手。じゃあ2番手、山口選手、その差は 6.2 秒。さあトップ浅野選手、ストレート。さあオレンジのライトがついた走りがトップ。さあ2番手、山口選手、さあトップとの差が7秒差と若干広がってきている。さあ3番手は川崎県3番松田選手。4番手川崎県7番高橋選手。5番手川崎県5番内藤選手。6番手川崎県8番川端選手。川端行け。さあ6番手川崎県松田選手。さあ連戦間4分の経過、残り4分。さあトップカーレッグ1番浅場選手。さあ2番手に当たられて2番山口選手。さあその差が1周ついています。ちょっと2番手、さあ3番手に変われて3番松田選手。さあ3番手松田選手は2位との差は 3.2 秒。さあ4番手高橋選手、5番手内藤選手。6番手松田選手、7番手川端選手。大丈夫大丈夫大丈夫。さあトップは川崎県1番浅場選手。さあ2番手山口選手、3番手松田選手。さあと2番手3番手の差 1.4 秒。その後ろ 2.9 秒差です。4番手高橋選手。さあ冷静が6分を経過。さあここで3番手高橋選手が上がっている。さあ2番手松田選手、3番手高橋選手、4番手山口選手。さあ2番手以降 G が変わっている。さあ現在2番手川崎選手、3番松田選手。その後ろ 0.6 秒差で高橋選手、さらに 0.2 秒差山口選手が続く。さあこの中では2位と3位が 0.2 秒差、松田選手、高橋選手。さあ7分の経過、残り1分。さあ2番手、3番手との差が 0.29 秒。さあここで2番手、山口選手に変わっている。あ、3番手、山口選手に変わっている。2番手は松田選手、3番手山口選手、4番手高橋選手。
さあ、残り30秒。さあ、現在2位の松田選手。この人は2秒差で山口選手がスタートバックで。さあ、残り時間10秒です。さあ、まもなくゴール。さあ、後半の結果、4番ゴール、8番、5番ゴール、3番ゴール、1番ゴール、6番、2番ゴール、7番ゴール、全車ゴールです。さあ、トップゴール、パーフェクト1番、浅田智弘選手。さあ、2番手、2番、パーフェクト3番、松田智弘選手。山口博士選手。さあ、列車、車検となります。車検場に待ちます。はい、というわけで、本日ミーティングで、まあ、上位2位まで代表権獲得ということで、なんとか2人揃って代表権取ることができました。素林さんです。お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、今年は AWD ということ で、 そうです、ね、僕が取れなかった AWD ということなので、いやいや、ちょっと僕の思いも引き継いでぜひ頑張っていただきたいんですけども、あのコンデレもいただきました。取ってましたよね。あれは辞退すべきだったんじゃない。いやいやいや、もらえるものは全部ホンダみたいな、まあ、ホンダではなくなったんですけど、ね、NSX を捨てたら早くなりましたまあでも、あの昔よくアウディにホンダのマークつけてた人もいるので。あ、そうなんですね、はい、何でもありなので、うん、はい、ぜひファイナルも頑張ってください、はい、僕も頑張ろうと思うので、はい、お互いなんとかこれで肩の荷が一つ降りたかなと。降りましたね、うん、はい。まあ、あの僕はこれで一応強勝カップ、ミーツカップと代表権取れたんですけども、はい、スバイスさんは来週さらにまた連チャンで強勝カップが、はい、OS でありますので、うん、それも頑張ってください、はい、応援してます。ありがとうございます。はい、ということで、なんとか無事ですね、代表権獲得することができました。まあ、今回ですね、充電器の方はこちらの、あの20年前にですね、ミニッツカップ第1回のミニッツカップで優勝した時に使った CDC チャージャーを使って今回も優勝することができました。まあ、電流値 1.2 ぐらい の、まあ、あのそんなに高くない充電でできて、まあ、できたので、まだ今の現役なのかなと思います。まあ、こちらの方最後ですね、あの最後、あのオフィシャルの方に呼び出されて、何か、ま、レギュレーション違反あったのかなと思ったら、実はこちらの方の、フロントを電飾で光らせていたんですが、こちらのレーシングの車両はライトにカバーがついていて、本来、フロントは光らないものなので、ちょっと今後はレギュレーションでちょっと前光らせちゃダメということになるということで、残念ながら今回見納めということになります。なんとかこれで代表権取りましたので、ファイナルも頑張ろうと思います。さあ、そしてマスターズクラス優勝、浅田忍選手。さあ、優勝の浅田選手に代表権を取っていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。